久保さん幸福の科学を科学するっていう <laughs> いいんじゃないですかね <laughs> 僕ねあの大阪にある幸福の科学のえっとでかいなんかあのビルというかあそこに行ってきたんですよ僕のお客さんでその宗教に興味がある人がいて何個か入っていてそれでまあ入らし一緒に行ってあの入らせてもらって見たんですけどすごいですよなんか <laughs> <あの笑>めちゃめちゃいろんなオプションがあって なんかこれ1個5万円とかなんとか10万円とかなんかいろいろあるんですよめちゃくちゃでなんかご,ご祈祷というかねなんかそのなんかまあいろんなニュアンスはあると思うんですけど <laughs> とりあえずすごい商品数でしたね <laughs> めちゃくちゃ足した様の商品数を揃えてましたねそう多分幸福の価格って幸福,の幸福の価格が一番幸福なんじゃないですかねなぜならば商品売ってるからですね 商品売売っって売上が上がってり上上げがるからでですねで幸福の科学で商品をなんかサービスとかそういうのを売ってなかったらそもそも幸福の科学が幸福じゃないので幸福を提供できないっていうね <laughs> お金がなかったらその資料もね久保さんが手に取った資料もねお金がなかったら作れないですからねうんだから幸福幸福であるためには幸福でなければいけないっていうねちょっと難しい話なんですけどそう なんですかねまああのだからそのうーん自分が満たされてないと思うんだったら満たせればいいしその満たし方稼ぎ方は勉強してやればいいだろうしまあ昔と違って正直情報は平等化されたと思うんですね情報やデバイスってほとんど平等化されたと思うんですよだから昔は確か昔はねインターネットなんていうのはね多くの人ができなかったわけじゃないですかうん 一般ピーポー、多分ね、パソコンも一般ピーポー使えなかっただろうし、うん、なんすかね、高かったじゃないですか、すげえ、パソコンもね。なんか、ノートパソコンとか昔50万とか普通にしましたからね。分厚いやつで。で、今の、その分厚いフロッピーの入ってたノートパソコン50万の,あのパソコンのスペックより iPhone のスペックの方が高いですからね。うん。だからまあ、今、情報だったりデバイスがある一定、まあ、 平等化されたのでまあ、あとはそこを叶える手段を自分で探して、あとやるかやらないかですね。うん。だから、幸福にはね、やろうとはなれるんですよね。単純に商品、集客して商品作ればいいじゃないですか、売れば。で、そんなやり方が分かんないんだったら、そのやり方を学べばいいだけで。<laughs> 久保さんも最初から、なんすかね、自分で商品、即果塾なんていう商品なんかなかったんですかね。 そマージャン店やってた時はそんな商品が動画が売れるなんていうのは分かってなかったしうんだからまあそれは学んだからですよね。